こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの野手山です。ここでは私がおすすめする家庭菜園流の有機無農薬栽培を紹介しています。今回はですね、狭い家庭菜園を上手に使いこなすための、夏野菜栽培でおすすめのコンパニオンプランツとお教えしたいと思います。またやってはいけない NG も紹介していこうと思います。コンパニオンプランツというのはですね、違う野菜をですね、いろいろ近くに植えて、お互いが生育良くなるように行う混植栽培のことなんですね。性格の違う野菜をですね、少量ずつですね、いろいろと植えていくとですね、畑の中が自然に多様性が生まれてですね、自然に草花が生えている野原に近いような状態になるんで、お互いがですね、共存共栄して、育ちます。それを利用するのがコンパニオンプランツです。そうなするとですね、病原菌やですね、害虫もですね、自分が狙う野菜のターゲットが見つけにくくなり、被害も少なくなりますし、元気に育つ野菜がですね、増えていくとですね、被害も少なくなりますし、ぜひ取り入れてほしい栽培法の一つです。どのですね、野菜とどの野菜を組み合わせたらいいかはですね、いろいろなですね、説があってですね、情報もあって混乱していると思うんですよね。科学的に解明されたものは少なくてですね、どちらかというとその人がやってですね、うまくいったという経験則が多いように、見受けられます。私はですね、考えればどの野菜も基本的に、コンパニオンプランツには向きますし、おすすめだと思ってます。ただですね、これからお教えするですね、NG を、注意して植えていってほしいと思いますので、それを紹介していきたいと思います。最後にですね、皆さんから寄せられたご質問に答えるコーナーを用意してますので、ぜひそちらもご覧になってほしいと思います。またですね、ご質問があったらお寄せいただければ、できる限りお答えしていきたいと思います。まず1番目はですね、大きく育った野菜のすぐ横にですね、新しい野菜のですね、種や苗をですね、植えることはですね、これは NG です。コンパニオンプランツというのはですね、人間の勝手な要求でですね、野菜はですね、基本はですね、お互いがですね、競い合って勝ち抜こうとしているんですね。相手を守って優しく育てようなんていう気は持ってません。ただお互いが2ついるっていうことで、生育環境が多様になってですね、土壌微生物の世界も活性化してですね、お互いが持つですね、病虫害に戦う抗体ですね、これが相手を守り、たまたま共生できるような形で育っていくっていう風に考えていただくといいと思うんですね。だからですね、相手が先に元気になっちゃったようなところにですね、新しい苗や種をまくとですね、その野菜の勢いに負けてですね、元気に育たなくなってしまうんですね。ということで、まずスタートラインを同じにする同時植えっていうのが、これが基本になります。こちらを見てください。例えばここは今そら豆がこれから実をつけて なろうとしてますね。例えばこういう野菜の中にですね、新しいナスをですね、植えてしまうとですね、元気に育っている周りの野菜にこのナスが負けてですね、強いナスでも、ちょっとうまく育たなかったりすることがありますので、注意してほしいということです。ここはですね、秋植えた野菜が春を迎えたコンパニオンプランツですけども、このようにですね、いろんな野菜をこういうふうにいろいろな形で作っておくっていうことが、このコンパニオンプランツの基本です。2番目のポイントはですね、狭い間隔でぎゅうぎゅう植えるのは NG です。両方ともですね、元気に育てるにはですね、やっぱり適当な株間っていうのが必要になってきます。里芋と生姜、トマトにバジルとかですね、トウモロコシと枝豆などがですね、おすすめのコンパニオンプランツの組み合わせなんですけれども、これらもですね、20センチから30センチは離してですね、植えていただかないと、お互いがですね、勝ち負けが出てきましてですね、どちらかがうまく育たなくなってしまうことがあるので、注意してください。それとですね、株間も適当に離すっていうことはですね、風通しを良くして病虫害を防ぐっていう効果も高くなりますし、日当たりが良くなってよく光合成するという、それで育ちも良くなるという効果もあるので、そこを抑えるのポイントとしていただきたいと思います。ただ例外があります。例えばですね、トマトやネスの根元にニラを植える時とか、キュウリやスイカの根元にネギを植える、こういうコンパニオンプランツが有名ですけれども、これはですね、こちらにキュウリがあります、こちらネギあります。これをですね、こういうふうに根が絡み合うように同時に植え穴に植えちゃうんですね。こうするとですね、効果が高くなるんですね。これをこういうふうに離しますとですね、コンパニオンプランツの効果は半減しちゃいます。
ただですね、この方法はですね、トマトやキュウリの病気を防ぐものでですね、ニラやネギをですね元気に育てる方法ではありませんので、ちょっとそこを覚えておいてください。今ですね、ここはちょっと苗作りの苗床なんですけども、このようにですね15センチ間隔でこうみっしり植えていくっていうのはですね、あまり育ちがお互いが妨害しちゃっちゃうかもしれないんで、避けたいような植え方になります。3つ目のですね、NG ポイントなんですが、それはですね、同じ科のですね所属するですね野菜をですね、連続して近くに植えることは、避けておいた方がいいということです。例えばですね、トマトとね同じ科といえば、意外と知られてないんですが、ジャガイモもトマトと同じ科なんですね。ナスやピーマンもそうですけれども、ですからこのジャガイモが今植わっているですね、近くにですねこのトマトを植えるということは、避けた方がいいということです。なぜかというとですね、ジャガイモでですね、育ってしまった害虫やですね病気がですね、そのままですねジャガイモが枯れるとですね、こちらの方に移ってきてしまうという危険が、あるからなんですね。ここにジャガイモが芽を出してます。もちろんこういうふうに中に入れるのも良くないですし、こういう近くに植えるのもですね避けた方が無難だと思いますので、一つ畝を挟んで隣みたいな形の考え方をしていただくと安全だと思います。4番目のポイントはですね、同じような性格を持つですね野菜を近くに植えることも NG です。例えば肥料が大好きな野菜同士とかですね、根を浅く広く張る野菜同士とかですね、同じ病気にかかりやすい野菜同士を近くに植えないということなんですね。肥料が大好きなナスとですねトウモロコシなんかは近くに植えると肥料の取り合いが起きて共存が難しくなりますし、人参やキュウリ、インゲンなどはですね結構線虫被害がひどいんですね。その線虫被害が出やすい野菜を次に植えると、その線虫が持ち越されちゃうみたいな、こともありますんで、避けるのはいいと思います。それではですね、コンパニオンプランツに向く野菜の組み合わせをの一例をですね紹介していこうと思います。この表にまとめたのが私が参考にしてほしいと思う例です。トマトやナスやピーマン、キュウリなどが、これから皆さん植えていくと思うんですよね。株を広く取って植えると思うんで、畝の間とかですね株の間に空き間があると思うんですよね。そこに積極的に他の野菜を植えていくといいと思う野菜をここにいろいろと、紹介してますんで、これを参考にして実際に植えていったらいいと思います。例えばですね、トマトの横にバジルを、植えるとかですね、落花生を植える、なんていうの、バジルが虫を防いでくれますし、落花生がですねトマトに栄養を与えてくれますし、落花生自体肥料がそんなにたくさんあるとつるぼけしちゃうんで、トマトの肥料の少なくトマトの横でうまく育つと思いますし、ナスはですねナスの後ろにですねこれは生姜を植えると生姜は日陰になりますし、両方とも肥料が好きな野菜なんで、たくさん肥料をあげてるとうまくいくなっていう、そういうような関係を作っていく。例えばトウモロコシなんかはですねいろんな野菜の横に使いますが、これですねカボチャとかスイカのですね後ろに植えとくとですね木が背高くなりますが、その間を縫ってつるが伸びてくれますんで、うまく共存できるし、小スペース性もあるんでいいかなという感じがしてます。それでは質問にお答えしていきたいと思います。はい、こちらのキュウリの動画に寄せられた質問です。では読み上げます。3種のキュウリを時期ずらしで植えると連作障害は大丈夫ですか。基本的にはですね場所を変えて3回植えるっていう方が理想的です。同じ場所に次に植えるという考えじゃない方がいいと思います。もう一ついきます。自培キュウリを植えました。あまり収穫ができませんでした。敷きわらを敷いたりしたためでしょうか。何かコツがあれば教えてください。自培キュウリはですねスイカみたいにですねつるが伸びてきたら、最初のつるをですね本葉が 4,5 枚になったところで切ってあげて、脇づるをたくさん伸ばしてやる育て方をするとですねたくさん実がつきます。これ春にですねそういうふうにやって過湿にさせないで育てばたくさん取れるんですが、真夏の多分栽培だとですねキュウリって暑さに弱いんですよね。そうするとですね雌花がですねうまく咲かなくなってしまうんで、実の出来が悪くなる時はありますが、そういう栽培をしていけばたくさん取れると思います。
コンパニオンプランツの話はここまでです。今後もですね、有機無農薬で作る家庭菜園流の栽培をですね、いろいろとご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いしたいと思います。瀬谷畑菜園アドバイザーの野戸山がお送りしました。それではまた次の機会にお会いしましょう。バイバイ、またね。